新規制基準では1。2万5000年前より後に動いた断層は活断層とされ、原子炉など重要な施設の真下にあれば再稼働はできません。規制委は去年10月活断層の有無について現地調査を行っています。止まり、原発のケースでは活断層とみられる断層は重要施設の下ではなく、敷地内にとどまりますが、もし活断層と断定されれば。 大幅なな強化が必要となります規制委は次回以降の審査会合で最終的な判断を示すとしていますが北電が反論した場合は5年以上続いている今の審査がさらに長期化する可能性があります。